続いては夏の高校野球、今日は足立区から出場するチームをご紹介します。暑い夏が始まる。J:COMでは今年も夏の高校野球を生中継。東東京大会は江戸川区球場で行われる全試合を放送。夜9時からはその日の試合の模様をダイジェストでお届け。栄冠をつかむのはどのチームか。J:COMだから見られる瞬間がある。ご覧の J:COM チャンネルでは今度の日曜日7月10日から江戸川区球場で行われる全試合を生中継します。また夜9時からは東西東京大会のダイジェストも放送します。そしてツイッターでは球児への応援メッセージをお待ちしています。ハッシュタグケーブル高校野球東京をつけてつぶやいてください。皆さんのメッセージお待ちしています。